一般財団法人歯科医療振興財団は、1987年、設立、元厚生労働省所管。歯科医師臨床研修に対する支援、臨床歯科医学及び歯科医療に関する啓発、普及並びに、歯科臨床研修制度のあり方等に関する調査研究を行うとともに、歯科衛生士及び歯科技工士に係る試験事務等を行うことにより、歯科医師、 歯科衛生士及び歯科技工師の資質の向上を図り、国民の健康な生活の確保に寄与することを目的として設立された東京都千代田区に所在する一般財団法人である。役員は理事長、副理事長、専務理事以下、常任理事3名、幹事3名で構成する理事会と評議員8名の評議員会で構成される。上記の事業目的を達成するため、 下記の事業内容が行われている。こう、私立大学の私学部附属病院等において、実施される歯科医師臨床研修に対する支援歯科、医療及び歯科臨床研修等に関する調査研究及び、研修事業の実施日本歯科医師会等の行う、障害研修事業への協力歯科衛生士に係る、試験事務及び、登録事務の実施歯科衛生士の支出向上のための、 研修事業の実施資格講師に係る試験事務及び登録事務の実施その他財団の目的を達成するための必要な事業をありがとうございます。